じいちゃん。かかってきやがれ。私の出番ね。さっさと来い。かけっそ。あ、ショーテイキングタイム。相手してやる。覚悟。ミトロちゃんよ。ぶちかます。してあげる。もらった。手加減はなしだ。シャバはしまいだ。いつでもどうぞ。Not bad。よし。どうした？ガンガン行くぜ！俺の番だな。やるな。調子出てきたぞ。私の出番ね。この調子でさっさと行きましょう。いい調子だぜ。よう。
でもできそう。気ぃつけろよ、カスガ。そんな調子じゃ身が持たねえぞ。下手に立ち止まると危険だ。タイミングを測って一気に抜けろ。かかってきやれ。私の出番ね。やんのかい。You want some of this? Let's go。 相手してやる。腰抜き野郎が。見とれちゃいます。 Oh, I like that。 よし、いつでもどうぞ。 Come on。 いつでもいいぜ。ほら、ぶちかます。 What? 何? Do your worst。 さっさと来い。手加減はなしだ。手数がいるな。出てきたぞ。いつでも。邪魔はしない。よし、勝利勝利。体が軽いな。What you looking at? You really pissing me off. さっさと始めようぜ。私の出番ね。Come get them. Let's go. 相手してやる。これどうぞ。俺の番だな。手加減はなしだ。手数がいるな。
相手してあげる。よし。どうした？調子出てきたぜ。次は完璧にやるよ。調子だぜ。よし、上昇上昇。開けてみるか。開いたぜ。何でもできそうな気分だ。I'm gonna school you. 後悔するなよ。私の出番ね。来ねえのか。ほら来いよ。Let's go。はい。ありがとうよ。ぶちかます。Come on。Hurry up, let's go。どうした。俺の番だな。いや。手加減は叩き潰す。シャバはしまいだ。勘弁してくれよ。腰抜きやろうか。よし。いつでもビビってんのか。はい。すまない。やるんじゃねえ。ガンブルワーク。さっさと来い。調子出てきたぞ。私の出番ね。やんのかい。相手してやる。完全。よし。ほら。ぶちかます。ハードオフローか。次は。やる気ない気分だぜ。何でもできそう。はあ。セキュリティエリアは抜けたみたいね。ちょうど一息つけそうな場所だな。
少し休んでこうぜ。ここは例のショッピングセンター？バラクーダのアジトに案内してくれるんじゃなかったのかよ。だから案内してるじゃない。目の前のランウェイ、あの奥にアジトにつながるエレベーターがあるの。そんなところに？今なら連中もいなさそうだ。一気に突っ切ろう。Look at our newest collection. And it's not just hot. It's to die for. Kusso! 最悪なファッションショーだぜ。人を見せ物にしやがって。さっさと片付けるぞ。Well? はぁ？釘付けにしてみる。よし。Show me what you got. いつでもどうぞ。I'll knock your lights out. 手加減はなしだ。出てきたぞ。Up next, a special treat just for you. Our prized autumn winter line.私の出番ね。相手してやる。覚悟。ミトロちゃんだ。Not bad. よし。You think I'm stupid? 購入のだ。いつでもどうぞ。Ah, hurry up, let's go. Screw you. 行くぜ。やんのかい？叩き潰す。出てきたぞ。And now the grand finale. Put your hands together for our top model extraordinaire. Show
Time's over, boys and girls. Say your prayer. 私の出番ね。さっさと来い。いつでもいいぜ。腰抜きやろう。ガンガン行くぜ。相手してやる。ほらよ。ありがとう。よし。もらった。食らいやがれ。手加減はなしだ。こうねえのか。出てきた。やんのかい。うん、バーッ。I'm gonna put the hunger on you。全力で行くよ。よし。はあ。お茶にしましょう。ちょっと休憩。ありがとよ。ガンガン行くぜ。手加減はなしだ。何？来ない。てりゃ。いつでもいいぜ。任せといて。コツつかめたんじゃねえか。まだ強くなれるだろ。また強くなっちまった。これが俺の真骨頂よ。吸収が早いのよね。乗って。どこに続いてんだこれ。ついてからのお楽しみよ。なんだここは。クリスタルアロハだ。クリスタルアロハ。クリスタルアロハリゾートホテル、ハワイ一の高級ホテルだよ、ここ。え？驚いたでしょ。創業100年を誇る老舗ホテルよ。客室は500以上。最上階からはビーチとダイヤモンドヘッドが一望できる。いわばハワイの顔ってところね。まさかあの地下がこんなところに繋がってたなんてよ。私も最初は信じられなかったわ。あなたたちも見たでし
地下で競売に参加してるミナリのいい連中、連中はこっちのルートを使ってるってわけ。ああ、そういうことだったのか。バラクーダのボスはこん中に住んでんのか。そう、最上階をフロアごと貸し切ってアジトにしてるの。そこにはバラクーダの幹部やえりすぐりの用心棒も控えてるわ。アカネさんが捕らえられているとすれば最上階で間違いないと思う。ただしこのエレベーターで上がれるのはここまで。この先は別のエレベーターに乗り換えるのか。ええ、ここを出た先に一般客用のエレベーターがあるわ。それで上がりましょう。ついてきて。ヘシエ。はい、It's them! The guys who are stirring up shit underground! マジ？もう見つかった？ Hey yo! Hey yo! Man, fuck that! Don't let any of these assholes leave! 突っ切るぞ！正面突破だ！ I'll beat you senseless! 後悔するなよ！よし！覚悟！ミトロちゃんよ。おお、アライスか。ガンガン行けて。よし。さっさと来い。やんのかい。おや。や。おや。調子出てきたぞ。何？私の出番ね。俺の番だな。ぶちかま。手加減はなしだ。よし。この調子でサクサク。いい調子だぜ。お。調子いいね。よし。
また成長しちゃった。準備はできた。この奥に一般客用のエレベーターがあるの。15階まではそれで登りましょう。オーケー、頼りにしてるぜ、ちーちゃん。ねえ、少しは疑ったりしないわけ？何をだ？私の言ってることによ。実は私がボスの命令でわざと危険な方向に一番たちを誘導しているとか考えないわけ？バラクーダのボスに囲われてるって話はしたでしょ。実際私は一度一番を騙して身ぐるみ剥いでるわけだし、そのエレベーターの中にマシンガンを持った連中が待ち構えてるかもしれないわよ。まあそん時はそん時だ、なんとかするって。はあ？いいんだよ、ちーちゃんを信用するって俺が決めたんだ。その結果に文句は言わねえよ。どうした？ちーちゃん？ごめん、道間違えた。え？ここら辺似たような構造だから勘違いしちゃった。本当はこっち。早く！おう。行き止まりじゃねえか。まさか迷ったのか？そう思うでしょ。でもそうじゃないのよね。うわ、隠し通路か。地下のレーザーといい、こいつといい、バラクーダって連中は随分用心深いんだな。それくらいじゃないとハワイの裏社会で生きてはいけないわ。さあ行きましょう。気分が乗ってきたぜ。You seriously piss me off. Sorry, won't help. やんのかこの野郎。私の出番ね。腰抜け野郎が。ミトロちゃんは？俺の番だな。もらった！ふっ！ライアン！さっさと来い！ガンガン行くぜ！何？来ない？ほら！あーりゃ！どうした？手加減はなしだ。とりゃ！よし。えっ、よし、いつでもいいぜ、ぶちかます。わかりました。さあ行きますか。
立ってるだけで体力が削られちまう。こりゃ早いとこ片付けて部屋を出るしかねえな。ミトロちゃん、おー、I like that。 気乗りしねえな。相手してあげる。よし、調子てねえな。何？さあ、なんとかやっか。もらった。Oh, I like that。気が乗らないな。そこら中ガスでいっぱいね。走れカズが、もたもたしてるとあっという間にあの雪だ。ちょっときつい。 Wait! Wait! Are you a... かかってきやがる。気が乗らないな。調子てねえな。相手してあげる。くそ、上がらねえ。相手してやる。くそ、気乗りしちゃう。何？来ない。ここから先にガスは漏れてねえようだな。死ぬかと思いましたよ。開けてみるか。やったぜ。Woo-hoo!
この扉の先がスイートルーム。いよいよボスとご対面ね。連中の親玉だ。どうせろくなやつじゃねえ。今のうちにしっかり準備しておこうぜ。どうだ、実に美しい景色だろう。だが100年前までこの辺りは見渡す限りのタロイモ畑だった。当時のハワイは農業くらいしか産業のない島でな。それを白人の資本家が作り変えた。畑を潰しカリフォルニアから運んだ白い砂を敷き詰め、そして著名な建築家を使っていくつものホテルを打ち立てた。今目の前に広がるこの光景は偽りの作り物というわけだ。何が言いてんだ。偽物は時として本物以上の価値を持つということだよ、春日一番さ。私がバラクーダを仕切っているドワイトだ。俺の名前をご存知とは光栄だ。日本人にはひときわリスペクトを抱いていてな。100年ほど前、私の祖国には多くの日本人が移民にやってきた。彼らのおかげで農地が耕され、国が栄えたんだ。なるほどな。しかしここまでたどり着くとは驚きだ。と言ってもお前に驚いてるわけじゃない。私が驚いてるのはそこの女にだ。私を裏切るとは大した度胸だ。ごめんね一番。私ボスの書斎を漁ってたら手下に見つかって逃げたって言ったでしょ。あれ嘘。本当はその場で捕まっちゃったの。だがそこへ春日、お前ら侵入者の知らせだ。私は千歳に選択肢を与えた。ここで私に殺されるか、私のために一仕事するか。仕事？さっき言ったでしょ、ボスの命令でわざと危険な方向に一番たちを誘導しているって。あれ本当だった。だがどこで気が変わったのか、そいつは本来誘導するルートを途中で変えた。結果まんまとお前たちはここへたどり着いてしまったというわけだ。そうか、あのエレベーターの時か。道間違えたって言ってたあれか。一応聞いておこうか、千歳。なぜ私を裏切った。春日さんたちにつく方が私にとって都合がいいって思っただけよ。だってこの人すごいバカだから。な、こんな考えに裏表がない人初めて見た。あんたの命令聞いたところでこのまま生かされるかなんて分かったもんじゃないけど、春日さんの言うことは信用できる。だって人の裏書くなんて頭持ってないもの。言ってくれるぜ。なるほどな。
私を裏切るとどういう報いを受けるのかは分かってるのか。さあね。やれやれ、富士宮家からこんなおてんばが生まれるとは、親御さんもさぞ気苦労が絶えないことだろうよ。あんたなんでそれを知らないとでも思ったか。我々バラクーダの商売相手は世界中に及ぶ。日本の名家なんて当然の知識だ。それに最初に見た時からお前の所作が上流階級のそれだということは分かっていた。だからいずれ利用できると踏んで囲っておいたのだ。春日たちを死に追いやるよう命じたのも、自分のせいで彼らを死なせたという責を負ってくれればよりコントロールしやすくなるという思惑からだったが、それはまあいいだろう。心配するな、お前は殺さん。実家を絞れるだけ絞り取るための材料に使わせてもらう。このゲス野郎。さっきは褒めてくれてありがとうよ、じいちゃん。相変わらずね、一番。怒ってないの？言っただろ、じいちゃんを信じるって決めたのは俺なんだ。ほんとバカよね、あんた。おしゃべりはそこまでだ。いや、俺の要件がまだ終わっちゃいねえ。ドワイトさんよ、2012年10月7日に起きた強盗事件覚えてるか。被害者は名打ての不動産会社社長コニー田中。取引先に向かう途中のハイヤーが襲われ、現金でいっぱいのカバンが奪われた事件だ。その事件がどうかしたかね。大した証拠もないまま犯人に仕立て上げられたのが俺だ。ああ、お前がそうだったのか。その説はどうもありがとう。認めるんだな、ローマンを使っててめえんとこの罪を俺にかぶせたって。さあどうだろうな。ドワイトさんよ、俺からも聞きてえことがある。あんた、アカネって女の人を探してただろ。もしかしたらあんたはもうアカネさんを見つけてるんじゃねえのか。お前らに残された道は一つだけだ。速やかにこのフロアから出ること。生ゴミになった状態でな。これは私の故郷でマチェテと呼ばれているナイフだ。国の男たちはこれ一本で何だってやってのける。ジャングルを切り開き、動物を仕留める。ハワイじゃ開きを作るのにもってこいだ。上等だ。 Today I'm going to give you boys a live demonstration. Time to bleed!相手してあげる。ほら来いよ。
した。加減しねえぞ。かかってこい。トーリア寄るんじゃねえ。やめてくれ。調子出てきたぞ。よし、ほら、完全調子がいいぜ。おりゃ。スカンガリー。相手してあげる。任せといて。やるのか。手加減はなしだ。叩き潰す。シャバンはしまいだ。ぶちかます。何来ない。ガツンと行くぜ。ぶっ飛べ。行くぜ行くぜ。こうなるのか。もらった。全力で行くよ。お茶にしましょう。よっと。ありがとうよ。しったす。いって。くそ。上がらねえ。行くぜ。私の出番ね。と礼をしてやるぞ。いつでもどうぞ。ガンガン行くぜ。どうした。ふんこ、ほら。調子出てきたぞ。ふんこ、わあ。あまり調子に乗るなよ、この豚ども。任せといて。悪くない気分だぜ。アカネさんはここにいるのか。確かに我々は彼女を探している。だが発見には至っていない。疑うのならこのフロア中を好きに探すがいい。なぜお前らバラクーダが彼女を探してるんだ。
それは知らんのだ。知らねえで探してんのかよ。正確に言えば彼女を探すよう依頼があった。我々はそれを受けただけということだ。依頼？誰からの依頼だ？それも不明だ。だが依頼主は私のアドレスに直接依頼を投げてきた。そんな情報そうそう漏れるものではないし、頭金と称して100万ドルの入金があった。仕事が成功したら900万ドル追加で支払うとの条件でな。女一人捕まえるだけで1000万ドルだ。怪しいか？乗らない理由はない。クソ、なんかねえのか？アカネさんなりその依頼主につながるような情報はよ。あればとっくに我々が利用している。皮肉なもんでその言葉は信用できるぜ。茜さんの方の話は片がついたってことでいいか、春日？ああ。じゃあ次は俺の用事だ。おっ。イエスかノーかで答えろよ。俺が濡れ衣着せられた事件、その犯行も、身代わりを仕立てるよう仕向けたのもてめえなんだな。答えろ！そうだイエスだ。そうか、てめえが、てめえが俺らの人生をめちゃくちゃに仕上がったのか！許してくれ。ローマは死んだが、今からでも私の力を使って罪を取り消そう。金も払う。100万、1000万ドルだ。どうだ、これまでの人生を取り返すには十分な額だろう。ふざけんな！金で俺の子供が帰ってくるのか？どこまで人をコケに仕上がる。おいてめえ、千歳の素性を掴んでたな。あいつに関わる情報を全部捨てろ。そんで全部忘れろ。それを誓うなら見逃してやる。どうだ、誓うか？誓う。情報は全て捨てるし後悔もしない。誓う。そうかい。まあ万が一誓いを破ってみろ。いつでもこいつをぶっ刺しに行ってやる。それにこのいい写真もばらまいてやるよ。楽しみにしとけ。さあここでやれることは済んだみてえだ。帰ろうぜ。いいのか富澤。本当はぶっ殺してやりてえけどよ、こいつらと同じになりたがね。それにこいつやってもバラクーダが潰れるわけじゃねえだろ。千歳の情報がどこから漏れるか分かったもんじゃねえ。だったらこいつ生かしてきっちり管理させた方がいい。なんでそんなことあんたが。おめえにも命救われちまったからだよ。よく分かんねえけど、ドワイトに逆らって俺らをここに連れてきてくれたんだろ。本当は死ぬはずだった俺らを、その恩を返しただけだ。一番といいお前といい、
これ以上借りを作るのはまっぴらごめんなんだ、オラ。おっとこまいじゃねえか、トミー。気づくの遅えよ、バカ野郎。第五地区が巡り巡ってこんな町のど真ん中に繋がってたとはな。のんきなこと言ってんなよ。死ぬ思いしてまでバラクーダのボスに直談判した挙句収穫なしなんだぞ。なのに俺だけ用事が済んじまった。いいじゃねえか、それだけで行った甲斐があったってもんだ。それに心強い仲間もできたしね。よろしくね。俺たちを売ろうとしたけどね。あ、そういうこと言うんだ。結果的には助けてあげたじゃない。だな、おかげで助かったぜ。ありがとうな、ちいちゃん。どういたしまして。イツさんは素直でよろしい。トミーも見習った方がいいよ。こいつ一番おめえはお人よしすぎんだよ。ったく。経過はどうあれ、彼女に助けられたのは事実だ。それに茜さんを探すには千歳の協力は必要だろう。あら、受け入れてくれるのは嬉しいですけど、私は茜さん探しが済んだら用済み。どうかな。俺はあんたみたいなたくましい人間は嫌いじゃないぜ。そういう褒められ方したのは初めてかも。はあ、分かったよ。俺も一番に銃向けた身だ。こいつにとやかく言う資格はねえさ。話がまとまったみたいで何よりね。それはそれとして、俺はこいつがいけすかねえけどな。あら残念。私はトミーのこと好きよ。うるせえ。こいつはどう思う、さんくせ。きっとまだ隠してることがあるはずだ。俺の勘がそう言ってら。いい女には秘密の一つや二つはあるものよ。よろしくね、トミー。ちょっとでも怪しい行動してみろ。見張ってるからな。大丈夫、私男の人からジロジロ見られるの慣れてるから。こりゃちーちゃんの方が一枚言うあてみてえだな。うるせえ。じゃ改めてよろしくな、ちーちゃん。よろしくな。こちらこそ。改めまして、富士宮千歳と申します。お世話になりますね。春日さん。ありがとうよ。そうだ、
一番ってココナッツオイル使ったことある？いや、ないな。そこのお店のオイル塗るとお肌が超プルプルになるの。せっかくだし使ってみなよ、きっと驚くよ。俺みてえなおっさんのお肌がプルプルになってもな。いやいや、身だしなみは大事大事。肌が綺麗な男は魅力的だよ。そういうもんか。じゃあお肌の手入れしてみるか。そうそう、レッツプルプル仲良し。Brace yourself! Kakatte kiyagare. You like these sick beats? Nanda kore? Bring it on! Koitsu! Alright! Fuzakenaide! どうなってんだね。ぶちかます。お疲れさ。すっきりよし。調子出てきたな。よう。はい。アロハ。うん。Ready for this? さあ、行きますか。よし。腰抜き野郎が、うん、調子出てきたぞ。ついてこれでシンプルに行くぜ。調子がいいぜ。私の出番ね。ぶち
まっ、来ない。手加減はなしだ。やんのかい、ビビってんのか。次また強くなっちゃった。吸収が早いのよね。やんのかこの野郎。この近くででかい音楽フェスやってるんだけどさ、最近は毎回暴風が直撃して中止続きなんだよな。そりゃついてねえ話だ。トミーは音楽好きなんだな。もちろん音楽は好きだけど、あの雰囲気がいいんだよ。ガンガン曲流れてみんなで騒いで好きな酒飲んでさ、自由って感じで。やんのかこの野郎。全力でかまって。俺たちさっきの続きだけど、もちろん音楽は好きだけど、あの雰囲気がいいんだよ。ガンガン曲流れてみんなで騒いで好きな酒飲んでさ、自由って感じで楽しいんだよな。また参加したいぜ。じゃあ次はてるてる坊主を作って雨対策しないとな。てるてる、なんだって？晴れるための秘密兵器だよ。今度作り方を教えてやるよ。一体どんな兵器なんだ？よっしゃ！Thank you, King. さあ、行きますか。よし。釘付けにしろ。行くぜ行くぜ。どや。ガンガン行くぜ。ビビってんのか。調子出てきたぜ。私の出番ね。
手加減はなしだ。手数がいるな。加減しねえぞ。叩き潰す。セーフ。ほら右手のだ。よし、覚悟。お茶にしましょう。ちょっと休憩。ありがとう。Not bad。ガンガン行けね。どうした？行くぜ行くぜ。いつでもどうぞ。行くぜ。調子出てきたぞ。私の出番ね。してあげる。What's with you? しがいいぜ。さっさと取れ。もらった。いや。水にまでしっかりと。よし。腰抜けやろうが。手加減はなしだ。シンプルにほら来いよ。私の出番ね。行くぜ行くぜ。やんのかい。調子出てきたぞ。ついてこれるか。シェッパーリビビってるか。立ってた。任せといて。調子がいいぜ。行くぜ。おや。ほら、綺麗になった。全力で行くよ。やっ。スペア行くショー。この調子で勘弁してやるよ。コツつかめたんじゃねえか。また成長しちゃった。よし、気分なの。なんだね。行くぜ。お近づきの印です。いかがでしょう。悩むね。信じてやろうじゃないか。
やったぜ。これからよろしくな。で行こうぜ。絶対勝とうね。行くぜおめえら、突撃。さあ楽しんで行こうぜ。みんな頼むぜ。さあここからどうする。これからだ。おめえに決めたぜ。これでどうだ。よっしゃ、うん、ファイト。行くぜ。ファイター撃破。楽しくなってきたな。こいつで、ね、どこから攻める。流れを変える。これからだ。どこから攻める。こいつで。よっしゃ、よっしゃ、とっておきの準備ができたぜ。楽しくなってきたな。これからだ。これでどうだ。ナイスな一撃だ。決めたぜ。行くぜ。ナイス。よし。こいつで。どこから攻める。
な。頼むぜ。流れを変える。よっしゃ。よっしゃ。おめえに決めたぜ。くぞ。よいしょ。どうだ。決着だ。ふう、勝ててよかったな。そらそら集まれ。せーの。張り切っていこう。戦闘準備完了。全力でかまつぜ。ほら、死んだ。この調子で。この衣装かわいい。これ着てフラ踊りたいな。ちーちゃんはフラダンス踊れんのか。まあそれなりにね。ダンスは好きなの。バレエとか日本舞踊とかヒップホップもいいね。一番はダンスとかしたことある？せいぜい盆踊りか土壌すくいくらいしか。へえ、私その辺やったことないの。今度教えてよ。別にいいけど、これってダンスなのか。立派なダンスだよ。一番のレッスン楽しみだな。仲良し。安全運転で行こう。
乗るか。さあ、行きますか。全力でかまって。ただいま、エリー。具合はどうだい？今日はとっても愉快な人たちに会ったよ。春日さんって言ってね、日本から来たらしい。外でしょぼくれてたわしの話を笑わないで聞いてくれてね。しまいには力になるぜなんて言ってくれたんだ。なんだかそれだけで嬉しくてね。何の得もないのにまっすぐそう言ってくれた彼がなんだか物語の王子様みたいに見えたんだ。笑っちゃうよな。全然そんな柄でもない中年の男なのにさ。わしは誰かの、いや、エリーの王子様になれたのかね。ずっと家にもいないで仕事ばかりして寂しい思いをさせてしまった。ようやく時間ができたというのに今のわしは何もしてあげられない。王子とはほど遠いよね。ごめんよ。なんだか今日は暑いな。窓でも開けようか。あなたは素敵な私の王子様ですよ。今も昔もずっとね。エリー、ありがとう。あなたがいない時間は確かに長かったのかもしれない。でもその時間もずっとあなたの優しさは感じていましたよ。だって私のために頑張ってくれていたんでしょう。今日だってそう。私はあなたからたくさんの愛情をもらったわ、エリー。だからそんな顔しないで。綺麗。ありがとう、春日さん、組長さん。ゴンダーラ組出陣へ。これはなかなかの重労働だが、やってやるぜ。うわおやじ、これおむつ足りますかね。あ、ほんだれ、足りなくなったら今お前が履いとるそのおむつを使うまでじゃ。すっぽぽんになっても最後までやりきるで。へい。本当に雪が見られるなんて、日本で二人で見たあの日を思い出すわ。本当に綺麗。オーランド、あなた魔法が使えたのね。知らなかったわ。うん、もちろんだ。
わしはエリーのためなら何だってできるさ。魔法使いにだってなれる。このくらい朝飯前だよ。だからもっとしてほしいことはないか。何でも言ってくれ。お願いだから。でももう十分よ。こんな素敵な贈り物をもらって私は世界一の幸せ者ね。ありがとう。十分なんて言わってくれ。わしはまだ。それじゃあ最後のお願い。なんだい。笑ってちょうだい。あなたの笑顔を見ながら眠りたいの。せっかく綺麗な雪なのに王子様がそんな顔じゃ台無しだものね。だからお願い。ああそうだね。うん、その通りだ。ゆっくりおやすみ、エリー。雪、溶けちゃったな。二人に雪届いたかの。きっと届いたさ。笑えるほど綺麗な雪を見せられたと思うぜ。せやな。ハワイの雪っちゅうのもおつなものやな。私の出番ね。ビビってんのか。ガンガン行くぜ。コーヒーのいい香り。ちいちゃんはコーヒー好きなのか。うん、でも飲むのも好きだけど見るのも好きなんだ。見る？喫茶店とかで入れたコーヒーがフラスコに落ちるでしょ。あれをぼーって見るの好きなの。お店で入れ方は違うけどね。コーヒーを入れるのを見るか。そういう楽しみ方もあるんだな。俺も今度コーヒー頼んだらマスターの手元を見てみるか。凝視してマスターに変な圧かけないようにね。よっしゃ。
り切っていこう。へい。よっしゃ、行くぜ。私の出番ね。出てきたぜ。腰向き野郎が。いつでもいいぜ。行くぜ行くぜ。何？来ない。私の出番ね。さっさと来い。Come on, bring it。まだ強くなれるだな。これが俺の真骨頂よ。よし。なんです？行くぜ！お近づきの印です。
いかがでしょう。壊すんですか。悩ましいですね。一緒に飛び行くだろうぜ。おめえに来いよ。来いよ。信じられませんね。開けてみるか。開いたぜ。海外版だとロゴデザインが違って雰囲気も変わるな。へえ、漫画とか好きなんだな。うん、最近は絶版になった本もスマホやタブレットでダウンロードできるし、何冊でも好きな時に読めて、いい時代になりましたな。じいさんみたいなこと言うな。 おすすめあったら教えてくれよ。そうだな、スマホにあるのだとこれとか、あとこれも好き。ちいちゃん、小学生向けのギャグ漫画好きなんだな。え、いいでしょう別に。いつ読んでも笑える最高の。俺もこれ大好きだったんだよ。しかもまだ連載してて感動だぜ。同志仲良し。戦闘準備完了。私の出番ね。はあ、はい、Come on, get some。さっさと来い。ぼやけろ。消えちゃう。Come on。行くぜ行くぜ行くぜ。おりゃ、ほら、きれいになった。調子出てきたぞ。ふぅ、相手してやる。Fuck You won't like thatああ、全力で行くよ。よし。はっ。うん。どうも。近いよ。調子がいいね。うん。調子がいいぜ。いいね。任せといて。スポンジ触れ。何？来ないの？行くぜ行くぜ。問題ねえ。手加減はなしだ。Come on, get some。 ああ。全力で行くよ。Come on。
You won't like this. いくらくらするぜ。調子がいいぜ。どうした。よろしく。よし。Come on, get some. Ah. 私の出番ね。覚悟。You can't touch this. 行くぜ行くぜ。もらった。放電準備。まだくたばれねえ。You won't like this. 任せといて。どうした。Come on. はい。相手してあげる。調子がいいぜ。行くぜ。放電準備。やるしかねえか。Come on, get some. これちょっと待って。あ、ぶちかます。Do your work. さっさと来い。上昇上昇上昇また強くなっちまった。吸収が早いのよね。私はおみくじ引くの好きなんだ。俺も初詣とかで引くぜ。結構当たってたりするんだよな。京都が出るとへこんじまうけど。別にへこむ必要なくない。まあそれより悪くならないってことだしな。うん、それもそうだけど、私は大吉が出るまで引くからあまりそういう感覚ないかな。え、それってありなの。だって一回だけってどこにも書いてなかったよ。幸運は自分の手で掴み取らなきゃ。なるほど、目から鱗だぜ。次からは俺もめげずに大吉を掴み取るぞ。おう。さっさと始めようぜ。よし。ガンガン行くぜ。I'll take your life. かってきやがれ。全力でかまって。おう。
出発進行。戦闘準備完了。よし。ほら来いよ。覚悟。はっ。はっ。おーや。ぶちかます。相手してやる。ほら。おーや。調子がいいぜ。相手してあげる。もらった。オーデン準備。手加減はなしだ。ついてこれるか。しゃあ加減しねえぞ。いつでもどうぞ。せやっほらうわうわ全力でいくよ。やっせえガンガンいくぜ。行くぜ行くぜ。調子出てきたぞ。任せといて。さっぶちかます。腰抜けろ。調子がいいぜ。手加減はなしだ。全力で行くよ。 How dare you pull that shit on me? ガンガン行くぜ。ほら来いよ。行くぜ行くぜ。調子出てきたぞ。次行こう。いい調子だぜ。よし。ガキの頃はこういう原っぱでゴロゴロ転がって遊んだな。結構ワンパクだったんだな。怪我とかしなかったか。傷だらけだったけど、あの頃は楽しさ優先だったからな。まあ俺もそんなもんだったかも。また昔みたいにバカやりてえな。俺からしたら今も十分バカやってるように見えるけどな。そりゃお互い様さ。死なねえ程度に楽しくやろうぜ。だな。よっしゃ。I won't hold back! さっさと始めようぜ。よし。覚悟。釘付けにしてあげる。I think I love you. ぶちかます。ガツンと行くぜ。潰れちまえ。調子出てきたぞ。相手してあげる。ついてこれる。叩き潰す。せっ。行くぜ行くぜ。いつでもどうぞ。私の出番ね。ほら来いよ。ガンガン行くぜ。向かうぞ。敵なし。よし。開けてみるか。やったぜ。
開けてみるか。開いたぜ。私の出番ね。ミトロちゃん、ぶちかます。相手してあげる。受けてみな。手加減はなしだ。行くぜ行くぜ。金を奪われちまった。こういうことがあるなら ATM に金預けておいてもいいかもな。とりあえず飯でも食べて立て直すとするか。開けてみるか。やったぜ。やんのかこの野郎。よし。相手してやる。やっ。ぶちかます。
手加減はなしだ。調子がいいぜ。行くぜ。食らいやがれ。どうした？腰抜き野郎が。私の出番ね。やるのかい。Give it your best shot. Fight this shit. Your turn. Come get it. Oh, 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 oh. 調子出てきたぞ。行くぜ、行くぜ。いけるか。オッケー。この拳受けてみやがれ。調子がいいぜ。全力でいくよ。出てきたぞ。任せといて。ぶちかます。受けてみな。吸収が早いのよね。Hey, quit staring. I'll be your opponent. かかってきやがる。私の出番ね。調子がいいぜ。手加減はなしだ。任せといて。開けてみるか。開いたぜ。
What are you staring at? Kiba. What's with your face? What do you want? かっこいいな。トミーはでかい車好きだよな。ああ、金貯めていつか高いやつ買ってやろうと思ってんだ。バンカー、確かにでかいのはいいな。大人もたくさん乗れるし、いろんなものを積み込める。みんなでテントとか買ってキャンプ場にでも行けるな。よし、10人乗れるくらいの買ってくれよ。何がよしなんだよ。お前らも乗るつもりか。まあそれも楽しそうでいいか。仲良し。また距離が縮まったな。開けてみるか。やったぜ。いい調子だ。ん？なあ、やっぱ家賃とか高いのかね。どうなんだろう。ネットで調べてみようか。私結構好きなんだよね、物件とか見て引っ越し想像するの。ああ、ちょっとわかる。なんかテンション上がるよな。ちょっといい家とかで優雅な生活を妄想したり。ね、この辺は1ヶ月で約2500ドルくらいだって。ってことは月30万超え。そっか、そうなのか。露骨に一番のテンション下がってしまった。よっしゃ。わかった。
いらっしゃい。ご要望は？悪いね。ありがたく受け取っとく。始めるよ。残念。これでいい？じれったいな。始めるよ。ここ。これでいい？ここをこうして待たせた。始めるよ。念入りに。また来てよ。ホテルも車もでかいな。どこ見てもビッグサイズだ。ファストフードも日本の感覚で注文すると驚くよね。 M サイズのつもりで頼んだら LL サイズくらいの来たりして。確かにな。こっちのサイズになれたら日本で戸惑いそうだ。あれ、なんか小さくねってなりそう。そうかもね。時差ボケならぬサイズボケしそう。仲良し。それが俺が持っている茜さんの情報の全てだ。相当な権力を持った組織から提供されたんだが、書かれているのは生年月日に住所程度の情報だけでな。なんでなんだろうな。桐生さんの組織ってあれだろ、007みたいなやつなんだろ。個人情報なんてちょちょいのちょいなんじゃねえのか。確かにな。一般人ほどむしろ情報は集めにくいということかもしれない。要人ほど常日頃マークされている分、情報も集まるからな。ああ、なるほど。千歳、
些細なことでもいい。資料に書かれてないことで何か知ってることはないか。一つ気がついたんだけど。ん？なんだよ。仕事のことが書いてないのよね、これ。仕事？そう、養護施設の所長だったのよ、茜さん。ずいぶん長い間そこで働いてたの。沢城の頭、そんなこと一言も言ってなかったな。頭も知らなかったのか。まあ私も行ったことはないんだけどね。でも場所はわかるよ。何か手がかりがつかめるかもしれねえな。行ってみようぜ、その養護施設。ああ、そうしよう。私の出番ね。この曲を送るね。ホノルルスティールライツ。ダッ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 。このバカンスがお箔なのかじゃなく、365お箔だったなら、長い長い切り札のせいで。いらっしゃい。
ようトミ、俺も一緒にいいか。ちょうど飲む相手が欲しいと思ってたとこだ。へへ、じゃ遠慮なく。ふう、今日も酒がしみるね。結構いける口なのか。どうかな、ハワイに来て早々酔いつぶされて全裸で放り出されたみたい。あんまりでかい口叩ける立場じゃねえやな。そうだった。そっちはどうなんだよ。たしなむ程度だ。一時期は嫌なことを忘れたくて酒に溺れてたけどな。もしかしてマリーさんのことが。まあな。けどどんな深い傷でも時間が経ちゃ塞がっていくもんだ。だからお前が裸で放り出されたこともそのうち笑い話になるんだろ。おめえの傷は本当にもう塞がったのか。だったらいいんだけどよ。どうなんだろうな、時々古傷がうずくって感じかな。バラクーダのせいで人生狂わされたのは何も俺とマリーだけじゃない。他にも連中の身代わりで罪着せられた人がたくさんいたらしいからな。ただ奴らにはめられた時、俺たちほど幸せの絶頂だった奴はいなかったろうな。マリーの腹には子供がいて、俺はあいつのためなら何だってやれる気でいた。悪い、思い出させちまったな。バカ野郎、このくらいはしょっちゅう思い出してんだよ。でな、こっからは俺とマリーの馴れ初めなんだけどさ。え、続けんのかよ。いいだろ、ここまで人に話したのは久しぶりだ。せっかくだから最後まで言わせろって。いや、まあおめえが構わねえなら喜んで聞かせてもらうよ。あれはもう十何年も前か。俺はその頃からタクシーの運転手やっててよ。休みになるとクラブに行ってナンパに精出してた。ほとんど成功したことはなかったけどな。ほとんど？全くの間違いじゃねえのか。余計なちゃちゃ入れんなって。へへ、悪い悪い。である晩声かけた子が彼氏持ちでさ、間の悪いことに俺もヘベレケに酔っ払ってて喧嘩になった。またその彼氏ってのがレスラーみてえなマッチョでよ、店の裏に引きずり込まれてボッコボコ。あん時はマジで死ぬんだと思ったよ。悲惨なナンパ失敗談だけどよ、マリーさんはいつ出てくるんだ。焦んなって、今出てくるから。ボロボロになって放り出された俺をたまたま見つけて手当てしてくれたのがそのマリーよ。マリーは会社の仲間と店に来てたらしくてな、俺なんかを助ける義理なんてこれっぽっちもなかった。なのによ、俺の死で服が汚れようが、あいつは全然気にしないで面倒見てくれた。へえ、いい人なんだな。あ、人生最悪の夜かと思いきや、マリーと出会った人生最高の夜だったってわけだ。そっから猛アタックしてさ、初めて俺の目の前に天使が来てくれたと思った。そっか。けど俺にとっては最高の夜でも、マリーにとっちゃあれがケチのつけ始めだったのかもな。トミー、妊娠が分かってあいつが仕事辞めた途端、俺は無所に送られることになって、俺なんかと付き合い始めたからあいつは幸せな人生を送れたはずなのによ。マリーさんならそんな風には思わねえよ。そう言ってくれるのはありがてえ、けど実際のところどうかわからねえ。なあトミー、彼女のことを探したりはしなかったのか。確かしばらくは無所まで面会に来てくれたんだろ。もちろん出所してから真っ先に探したよ。でもダメだった。二人で住んでた家から彼女のものだけがきれいさっぱり持ち出されてたんだ。要するに探さないでくれってことだ。
腹ん中の子が流れてマリーが一番辛かった時、俺はそのそばにいてやれなかった。だから彼女が何を思って姿消したとしても、俺にそのことをとやかく言う資格はねえ。そうか、俺の人を見る目もまだまだだな。は？なんだそりゃ。初めて会った時、おめえは俺に銃向けて金をせびったろ。あん時はおめえのことをろくでもねえ野郎だくらいにしか思わなかったけどよ、やっぱ人それぞれ何かしら重てえもんを背負ってるんだなって今教わったよ。そういや確かにお前に銃向けたな。そのことって俺謝ったっけ？別にもう気にしちゃいねえって。いや、いい機会だ。あ？あん時はすまなかった一番。じゃあ一杯おごってもらわねえとな。これでチャラだ。もうよそであんな真似すんなよ。多分な。おい、ありがとうよ。ちょっと休んでいこうぜ。はーい。おう。おう。ああ、いただきます。ごちそうさま。Thank you。you
ここのお店綺麗なお菓子多くて楽しい。ハワイ版駄菓子みたい。駄菓子好きなんだな。うん、カラフルだし楽しくて大好き。まあ駄菓子屋さんとかって行ったことないんだけどね。え、行ったことないの？ないんだよ。本とかで読んで行ってみたいとは思うんだけど。そんじゃ日本で俺が本場のボロい駄菓子屋に案内するぜ。くじとかもあって面白いんだ。300円までならおごってやるよ。へえ、優しいじゃん。ありがとう。楽しみにしとく。よっしゃ。本当に？ありがとう。ちょうどお腹空いてたんだ。お。遅かったじゃないか。ささ、こっちこっち。は？確か未経験だよね。でも大丈夫。面接で見た時から相性の良さにグッときたんだ。実物はもっとナイスガイだね。それじゃあパラキーコ君、よろしくね。おい、よくわかんねえけど、人違いじゃねえか？俺は日本人だぞ。え？君はこの前オンライン面接したパラキーコカズ君だろ？悪いが人違いだよ。俺は春日だ。なぜどうして来ないんだ。集合時間を1時間20分も過ぎてるのに。それはバックレられたってことなんじゃねえのか。ノー、パラキーコ君はそんな子じゃない。私の男を見る目は確かなんだ。オンライン面接で見ただけの男だろ。連絡もなしに初日から遅刻かましてるし。画面越しでも人柄の良さが伝わってきたんだ。凛とした瞳でハキハキ語る男でね。本当に君そっくりのいい男なんだ。ど？おお、なんか照れるな。しかし春日君の言う通り、無断遅刻は事実だ。このままでは店のオープンができない。何せ予約がパンパンだからね。他のバイトにヘルプに来てもらうとかできねえのか。私一人でやってるお店なんだ。今までは席を絞って細々と営業してたからやっていけてたのさ。幸先悪いな。パラキーコを雇って今日からバリバリお客さん入れて営業するつもりだったってことだろう。イエス、その通りさ。パラキーコ君、事故にでも巻き込まれたのかな。もうすぐ来るかな。信じたくなるあんたの気持ちもわかるが、代わりを探すか客に謝る方が現実的なんじゃねえか。代わりなんてすぐ見つからないよ。気に入った人にしか店は任せられないからね。ウェイターは顔つきが命だと私は思ってるんだ。キリリとした眉、深みのある表情、野心的な瞳、それこそ頼れるウェイターの勲章なんだ。ん？待てよ、逸材がここにいるじゃないか。パラキーコ君そっくりな頼れるウェイターの顔。君なら制服もバッチリ似合うよ。お願いだ、今日一日だけでいい。うちのお店で働いてくれないか。春日君と働きたいんだ。悪いが料理はからっきしなんだよ。ちゃんと教えるから大丈夫。注文を取って料理を客席に運ぶだけだよ。春日君とここで会ったのも運命だと思うんだ。
気払いだし、まかないも出すよ。どうかな。春日くん、ありがとう、ありがとう。春日くんはウェイター未経験なんだよね。ああ、何をやりゃいいかさっぱりだ。それじゃあ開店までの間レクチャーするさ。ささ、こっちこっち。お。お。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。ああ。春日君のおかげでライターさんと知り合えたし、今日はハッピーデーだよ。ここに来てくれたらまかない弁当をご馳走するから、また遊びに来てよ。おう、また来るぜ。さて、ウェイター探しをちゃんとしないとな。春日君ほどの人材が見つかるといいけど。経験もねえし、料理のことも知らねえ俺よりはいいやつがきっと見つかると思うぞ。ノーノー、私が大事に思っているのは人相なんだ。春日君のその眼差しと表情。バイトをバックレたパラ帰国の履歴書を見た時、その顔にピンときてさ。指名手配犯みてえだな。うり二つの春日君が現れた時、奇跡だと思った。こいつなら絶対お客さんから信頼されるって。顔を見ればわかるんだ。オビさん、そこまで俺を信用してくれてたんだな。すみません、アルバイト遅れました。今日からお世話になるパラキーコカズです。はあ、全然似てねえじゃねえか。
そうね。姫、出発しよう。うるせえな。ちょっとくらいいいだろ。せっかく遊びに来てんだから好きにさせれ。ルールはルール。ビーチでの飲酒は禁止だし、バカ騒ぎは他の人の迷惑になるから。分かった、うるせえな。たぶんしらけちまった。行こうぜ。ちょっと待てよ。あ？忘れ物だぜ。なんだてめえ、喧嘩売ってんのか？いいや、俺はただ落とし物を持ち主に返しただけだ。人として当たり前だろ。分かったらそれ持ってさっさと帰んな。あと、ここで楽しんでる人に迷惑かけるような真似すんじゃねえぞ。ちったく。すみません、助け船出してもらっちゃって。気にすんなって。結構いるのか、ああいう連中は。まあそうですね、これだけ毎日人が来るので一定数はどうしても。彼らは最近よく来ては迷惑をかけるようなことばかりして、正直困っているんです。お金のある旅行客のようなんですが、いつか他のマナーを守って楽しんでいる人にまで危害を加えたりしないかと心配で。そうなのか。って勝手に心配だけしてても仕方ないですね。こうしている間にもビーチで困っている人がきっといます。今日は朝から一段とお客さんが多いですし。ライフガードの仕事、今日も手伝うぜ。ありがとうございます、とても助かります。またパトロールしながら水配ったりとか。そうですね、今日は。すみません、うちの娘を見ませんでしたか？娘？迷子ですか？はい、スマホに気を取られていた少しの間にいなくなってしまって。わかりました、僕たちで探します。娘さんの特徴を教えてもらってもいいですか？娘はエミーといって、赤い水着に青いリボンのついた麦わら帽子をかぶっている6歳の女の子です。そんなに遠くには行っていないと思うのですが。赤い水着に青いリボンのついた麦わら帽子だな。お母さんは元いた場所にいてあげてください。もしかしたら戻ってくるかもしれないので。わかりました、すみませんがよろしくお願いいたします。今日の仕事は迷子探しだな。ですね。エミーちゃんも心細くなっているかもしれませんし、早く探してあげましょう。僕は向こうを見てきます。おう、じゃあ俺はこっちを探すぜ。また後でな。By the way, they charge some money for the rent.
なあ。え？あ。おう。なあ。任せとけ。そう。ああ。
はい。はい。ほう。ありがとうよ。それでは。準備はできてるぞ。出発進行。おう。おう。
ぎえ。ん？すまねえ。こんなんじゃ嵐どころかそよ風にも満たない。不安の心どころか俺の髪一本も揺れないぜ。心を一つにして風を。不安の心どころか俺の髪一本も揺れないぜ。でももう腕が限界で、これ以上は厳しいっす。くそ、どうすりゃいいんだ。もっとでかいうちわにすればいいのか。あんたら何やってんだ。え、いや、なんかでかい声が聞こえて、見てみたら必死にうちわで仰いでるからちょっと気になってな。暑いならそんなんで仰ぐより冷房効いてる建物にでも入った方がいいぞ。暑いことは暑いんですが、別に涼んでほしくて仰いでるんじゃなくて、暴風を起こしたいんだ。暴風？ああ。
いえ。おう。じゃ。やったぜ！これからよろしくな！アロハ！ありがとう！アロハ！ありがとうございます。
許さないぞ。後悔するなよ。よし。ビビってんのかいの。え？かかってこいよ。覚悟。釘付けにしてる。いけてるね。ガンガン行くぜ。調子出てきたぞ。いつでもどうぞ。行くぜ行くぜ。来ない。私の出番ね。なんだよこのおっさん、変態ヤドカリオタクかと思ったけどクソ強え。もういらねえや。こんなもん二度と来るか。こんなビーチ、あれナンシー、どこ行ったんだあいつ。よ、オリビアちゃん、おめえの家取り戻してやったぜ。これ探してたのか。好きな家を選びな、オリビアちゃん。新しい家よく似合ってるぜオリビア。平凡でどこにでもある優しさの詰まったいい家だ。さてと、そんじゃ帰るか。おめえも一緒に来るか。これからよろしくな。さて